仙台市青葉区の七十七銀行本店で行われた入行式には、新入行員89人が出席しました。式では、一人一人の名前と配属先が読み上げられた後、代表者に辞令が交付されました。そして小林秀文頭取が、マイナス金利政策の解除が決定し、インフレ経済へ本格的に変わりつつある、自ら考え行動する攻めの姿勢を持ち続けてほしいと激励しました。これに応え、新入行員を代表し、三条桃田さんが答辞を述べました。地域の持続的成長の実現のため、何事にも積極果敢に挑戦するとともに、全力で業務に取り組んでまいります。引き締まった表情で式に臨んだ新入行員たち、それぞれの抱負を聞きました。転換期を間近に迎える、しかも新入社員として迎えるということは、すごく緊張というか、そうですね、ちょっと怖いところもあるんですけど、まあ銀行としてはこう風向きがプラスに向いたというところで、かなり楽しみな気持ちもございます。能動的な姿勢でさまざまな業務に取り組んでいき、愛されるような行員になりたいなというふうに思っております。多くのお客様と銀行員としてと関わることができるという点が一番楽しみな点でして、あなたにならこの仕事だったりだとか、このことを任せられるというふうに、信頼を獲得できるかという点を目標に、今後頑張っていきたいというふうに考えています。七十七銀行の新入行員は、来月1日から早速配属先での勤務が始まります。